でも紹介された群馬県のご当地アイス、ご視聴ありがとうございます。おうちでお肉です。本日紹介するのはテレビ番組マツコの知らない世界で紹介され、マツコさんが美味しいと絶賛したこんにゃくアイスです。口の中でゼリーに変わる溶けても垂れない不思議な食感のこんにゃくアイスは、一本一本丁寧に職人が手作り製造しています。テレビでも紹介された美味しいアイスをぜひ食べに来てください。